FMT 整体の柴田ゆりえです。今日は30秒で股関節を柔らかくする足ゆらゆら体操を紹介します。私たちの生活は何かしら同じ姿勢を続けたり繰り返し同じ動きをするようなことがとても多くなっています。例えば腰痛などでよくあるのがデスクワークの方、長時間同じ姿勢で座り続けていることで股関節が固まっていきます。股関節が硬いというのは皆さんご自身でも感じていらっしゃる方もいるかもしれませんが、固まっていても一応動くことはできますが、そこが固まっていることによって膝や腰でかばっていくという動きが生まれます。そういったかばった動きは膝や腰に負担をかけるので腰痛や膝の痛みといった症状につながっていきます。本来股関節はぐるぐるといろんな方向に動かせる関節になっていますので、日常生活でも様々な方向に動かしていくことが大切になっていきます。なので本日紹介する体操を日常に取り入れてみてください。それでは始めていきます。今回はこのように仰向けでここからスタートポジションを作っていきます。両膝を軽く曲げます。肩幅より少し広めに足を開いて固定します。今日の体操はですね、この体勢がそもそも痛いという方はこの体操を行っていただくことができませんので、とにかくいつもお伝えしているように基本的に痛みのない範囲で行うということを覚えておいてください。両手を真上に上げます。万歳をする、背伸びをするような形で手を組んで上げます。この体勢で行っていきますが、これもですね、体の硬さによっては痛みが出てしまう方というのは両手を体の横に置いておいていただいたり、万歳の場合手を組まない状態で行うという形も OK です。どの手の位置でも構いませんので、痛くない範囲で行ってください。ではここから動かしていきます。でこの状態で足の位置ですね、足が浮いたりしても構わないんですが、基本的にここの位置というのは動かさないように左右に揺らしていきます。膝を左右に5回揺らしていきます。この時にですね、痛みのない範囲でこれも行ってください。で5回揺らしましたらこの状態で3秒キープします。この時に体側といって体の横が伸びていきますが、ぐいぐい無理に伸ばすということよりは重力に任せて伸ばしていく、力はなので入れずに力を抜くような感じですね、伸ばしていきます。で3秒キープしましたら今度反対です。また5回動かしていって3秒キープします。でこの動かし幅は左右違いがあったり、その人の硬さによって全く動かせる幅が違います。このようにビターンと床につく方もいますが、硬い方ですとつきません。これ床につけることが目的ではないので、痛みのない範囲で、何度も繰り返しになりますが痛みのない範囲で行う方が効果的ですので、自分の体に合わせて動かしていってください。で最後ですね、ここ3秒キープしましたら5回揺らしていきます。5回終わりましたら足をまっすぐ伸ばします。でこの時に伸ばしている手もですね、下ろしていただいて、最後10回、足をですね、バイバイするような形で力を抜きながらブラブラさせます。でこれ10回動かし終わりましたら、だらんと力を抜いて体操は終了です。毎回繰り返しになっていますが、今回の体操もこまめに行うことが大切です。一度にたくさんやってしばらくやらないというよりは、少ない回数でもいいのでこまめに続けることを意識してみてください。股関節は何もしなくても毎日使うところですので、知らず知らずのうちに固まっていきます。継続することで固まりにくい状態になり、だんだんと柔らかくなっていきます。また今回の体操は股関節だけではなく、つながりのある体の横の部分、体側部もストレッチされるので、腰痛の対策であったり体全体が整う効果もあります。特に最近生活の変化の中で体が固まっているなと感じている方は、股関節も固まってしまっている可能性がありますので、ぜひ普段の生活の中に取り入れてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。